お元気ですか？ペルシアンと申します。今晩の夕飯はですね、ね、皆様ね、すいません。またラーメンでございます。なぜかと言いますとね、寒くてね、雪かきやっててね、凝った料理がね、もうやりたくなくてね、たまたま冷凍してた生ラーメンがあったんでね、で、ラーメンを作りました。でもね、ただのラーメンではございません。今回ね、圧力鍋を買ったんでね、ちゃんとしたね、本格的なラーメンですよ。スープもね、いつもだったらウェイパー使うんだけどね、鶏ガラとかね、を使ってね、作ってみました。で、具はね、鶏もも肉で、あと玉ねぎとね、ピーマンのね、って見えないですけどね、ピーマンと1個しかなかったんでね、それでね、まあ、いつものね、ラーメンを作りました。で、お酒はね、フェアリータイムズのね、スプライト割りでございます。今日もね、これを食べてね、明日仕事休みなのでね、ゆっくりしたいと思っております。で、皆様ね、今日もね、お仕事お疲れ様でございます。今日はですね、ライブをやりました。本当はね、その前に仕事があったんでね、一時はね、遅くなるかもしれませんけどね、なんとかね、予定よりもね、早くね、終わりましたのでね、なんとか無事に、10時にね、ライブできました。はい、今日はね、それでね、もうすぐね、4000時間がね、達成する見込みでございますのでね、来年ね、私は楽しみでございます。あとは人数のね、問題だけでございます。ね、なんとかね、応援のほどよろしくお願いいたします。てな感じでね、今日はね、そういった感じのね、夕飯動画でした。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あ、そうだ。あとはですね、ライブに来ていただいた皆様、本当にありがとうございます。次回は22、24、25のね、3日間でございますので、ね、お暇がありましたら、ぜひともね、遊びに来てください。よろしくお願いいたします。あとね、Twitter とスイキャッツもぜひともよろしくお願いいたします。それでは、ペルシアンでした。またねー。